はい、お疲れ様です。大人の闇ね。なんかその市役所が間違えて4680万円をある個人の方に送金してしまったっていうミスがありましたよね。で、あれお金を送られた方はなんかびっくりしたと思いますけども、まあでもね、基本的には自分の口座に入ったお金ってその人のものになるわけなんですよ。で、その辺を法解釈をめちゃくちゃにして、なんか結局起訴してみたりとかね、逮捕してみたりとかみたいなことをやっていたんですけども、あれってなんであんな報道が過熱したのかっていうと、その裏ではあのオリンピック予算12兆円、これがね、使途不明金になってるんですよ。で、それを追及されたくないから4680万円の個人の口座に間違えて入金されたものをね、全国規模で毎日毎日報じてたみたいですよね。で、実際追及しないといけないのは12兆円の使途不明金でしょ。これ本当未だに行方わかんないらしいんですよ。何なんでしょうね、4000何百万円とかね、1億円にも満たない金額ですよ。で、このお金がしかも市役所から誤送信されたんだったら、その市区町村で問題にすれば済むことなのに、全国報道でね、毎日毎日ね、ああでもないこうでもないってやってるわけですよね。これもまあ大人の事情なんですかね。くだらないですね、大人の事情なんてね。子供のままでいたいじゃないですか、正直な素直のままで。まあ今日もそんな放送に努めていこうと思います。いってらっしゃい。